マーク90はフランス製の6輪式偵察用装甲車であり、水上走行能力と NBC 防護能力を備えている。当初は輸出用として開発されたが、後にフランス軍にも採用されている。1977年、パナール社は自己資金でフランス軍向け新型装甲兵員輸送車を開発したが、フランス陸軍の選定トライアルにおいて、 セイビアム射製のバブ走行車に破れた。しかし、この協作で培った技術をもとに設計されたアーク9 0戦闘偵察者は、フランス陸軍の主力戦闘偵察者 AMX-10RC の半分近くの重量であるため、ロッキード C-130 やトランザール C-160 などの中型輸送機による空輸が可能で、山岳地帯での運用にも有利であった。 このため九百七十九年から海外からの採用を得ることに成功し、フランス陸軍も空挺部隊や山岳部隊における a m x 十三軽戦車及びアマル六十九十装甲車の後継車両として配備運用することを決め、九百八十四年から配備を開始したアーク九十の機動力の秘訣の一つは、中央部の左右両輪をいつでも必要な時に、 持ち上げて 4X4 と 6X6 のそれぞれの利点を必要な時に発揮させることが可能な点にある。すなわち、市街地のような整地された地面では車輪を持ち上げて、高速性能を確保し、低ゲーツなどの軟弱な地盤では車輪を下げて、設置圧を分散させることで不整地走破能力を確保することが可能である。なお、この機能は同じパナール社が設計した EBR 走行車や、 ソ連製の BRDM-1 及び BRDM-2 装甲偵察車にも搭載されているメキシコ軍の VCR-TT 装甲兵員輸送車メキシコ軍の VCR-TT 装甲兵員輸送車ホット対戦車ミサイルの4連装発射機を装備した VCR-TH 対戦車車両ソミュール戦車博物館の展示車両 EMC91 イスパノスイザ車製 EMC 砲塔に 81mm 迫撃砲を搭載した自走迫撃砲、ARC2020mm 機関砲2門を装備した自走式対空砲仕様、ARC60 から20イスパノスイザー60から20連装砲塔に 60mm 迫撃砲と 20mm 機関砲を装備したモデル、ARC90 ディーゼルエンジン搭載型。 アーク90回1余る装甲車と同じ、イスパノスイザ・リンクス90砲塔を搭載したモデル。アーク90回4サゲージョット TS90 砲塔を搭載したモデルで、フランス軍が採用しているのはこのタイプ。アーク90サゲーにエンジンを2機搭載し、砲塔を改良した強化型。採用したのはガボンのみ。VCR 装甲兵員輸送車アークのシャーシを元に設計された。 装甲兵員輸送車。アルゼンチン海兵隊のアック90回一真ん中の車輪が持ち上げられて設置していないことに注目。アック90下げはフランス陸軍では以下の部隊で運用されている。ありがとうございます。